もっち先生のもっちり文法第62回日本語の推理を表現その1語る人はもっち先生こともち田哲郎制作は東京関口文法能力開発はい皆さんこんにちはもっち先生のもっちり文法もっち先生です 今回の内容なんですけれども、日本語の推量表現。まあ、前回未実現表現とくくりでお話をして、で今回そのうちの一つである推量表現、そのうちのまた、だろうとかもしれないという表現について見ていこうと思っております。それでは、始めます。 ポヨンポヨンと、偽黒板の画面に移っていきます。えー、これ、前回もあの表示したやつなんですが、えー、今日やるところをオレンジ色にしておきました。えー、未実現の状況を表すもののうち、現時点で実現確認していないことの可能性を示すということです。まあ、推理を推定という、まあ、文法用語で語れますかなと。はい そこは使っていこうと思います。で、断定と数量っていうことをちょっと区別しておこうかなと思うんですね。話し手が経験や知識によって直接していることっていうのは断定形で表すと。まあ、断定形、一きな太字でなんでよと思うかもしれませんが、まあ普通の収支形などの言い切りの形が断定形です。はい。 まあ直接知ってはいなくても確実に実現すると判断できているものも、えー、断定形で表すことができます例えば、えー、梅雨時はよく雨が降るこれは毎年の経験から直接分かっていることですよねと昨日雨が降ったこれも昨日の経験から直接知っていますよねと、うんえー、雨はまだ降っているこれはまあ窓を開けたりして外,外にいたりして 直接近くできていると。で、明日は絶対雨が降る。これに関しては、まだ実現してませんよね。ただ、まあ、雲行きとか天気予報とかいろんなことを踏まえていくと、まあ、確実に雨は降るだろうという判断ができるわけですね。はい。これも、えー、断定形で表せるということです。あの、未来を表す形って、 っていうのが固定した形を日本語現代日本語は持っていないという話を前にしましたけれども、まあ、それと実は関係しているんですねさあ次ですが今度は話し手が直接知らないことを想像や思考で間接的に捉えていれば合は数量形で表すと。 誰も知らない未実現のことのほか、話し手にとって未確認、だから、未実現っていうのは、実現していないっていうのは、誰も知らないわけですよこ。出来事自体が、状況自体がまだ存在しないと、それに対して、えー、話し手にとって未実現のことっていうのは、本当はもう実現済みなんだけれども、話し手自体はあの確認していないと、そういうこともあるんですね、まあ、どちらも推理を受けで表すことができますと。 で明日雨が降るだろう、これは未実現ですね、その可能性について述べていると、雨がまだ降っているだろうと、でこれも、えー、未確認のことあこれあ、これは未確認ですね、雨がまだ降っているだろうっていうのは、あの今の状況なんですよ、これ、そらく、今の状況なんだけれども、例えば窓がない屋台なんかにいたりして確認ができていない、そういう時に使う表現ですね。 それから昨日雨が降っただろう、これも昨日のことっていうのが、まあ、その場あの、自分が知ってる場所、地域じゃなくて、違う地域のことなんかを想定している場合なんかを言っている可能性があるわけです。で、まあ、だろうを掘り下げていこうと思うんですけれども、動詞の流形、竹、手い流系手い竹のすべてにつけることができます。 えー、田中さんは来るだろう。えー、Mr. t a n a k a will come. 田中さんが来ただろう。I think Mr. t a n a k a came. 田中さんは来ているだろう。Mr. t a n a c k e r will have come now.、えー、田中さんは来ていただろう。I think Mr. t a n a k a had come before that. あの日本語で来ていただろうって就職なしで使ってますけれども、これちょっと英語にすると難しい 難しいですよね、うん、来ていただろう、ビフォー・アザットをつけて過去完了形にしておきましたけれども、うんまあ、出来事が何か生じて、その後の状態が持続存続しているっていうのがデータ形ですよね。ということは、データにタがついているわけだから、 それ時点もだろうより前なわけですよ。だろうって判断をすでに話す時点、発話の瞬間に行うわけですけど、うん。ってことなんで、こうせざるを得ないかなと。でちなみに、日本語だと動詞で全て表していますけれども、こういう時の英語で i h i n k のような s v z の形で表すこともあり得ます。また、あとでこれは例文法の回の方でも詳しく掘り下げていこうと思います。 それから、形容詞の止式や多形につけることもできます。このメロンは高いだろう。I think this melon is expensive. このメロンは高かっただろう。I think this melon was expensive. うん、こんな風に言えますかねと、えー。形容動詞の場合、五感につくんですね。それから多形にもつけられますよ。と。 えー、この辺りは静かだろう。I think this area is quiet.、えー、この辺りは静かだっただろう。I think this area was quiet. うん。あのー、だろうイコール will っていうふうに考えている人がいるかもしれませんが、確かに使えるんですよ。あのー、現在のことを表すときにも will は使えるんですが、 うん、ただやっぱりこれ、Now とかそうしたあの現在を表す語句がないと、自動的に未来に引っ張られちゃうっていうのがありますので、そのこともちょっとね、また、あの英語の助動詞の解でお話しできたらなと思っています。まずここはあの日本語の解ですから、一応、対応する英語表現を挙げてますけど、あ英語は意外に多様な対応を見せてるなってことに気づいてもらえたらなと思います。それからえ名詞 ですね、名詞プラスだった、これにつけることができると。えー、東京は雨だろう。I think it's raining in Tokyo.、えー、東京は雨だっただろう。I think it was raining in Tokyo、うんあのー。このだろうっていう形が、そもそもだですね。あの断定の助動詞であるだ。 ですね、そこから生まれ派生した形なんですね、だから、あの形容動詞の語尾の「だ」、それから名詞にくっつく断定の「だ」、ここから生まれているわけですから、当然、名詞にはじかにつけられますし、それから形容動詞の語感に時間につくということなんですね、でそこから派生して、まあ、古い日本語だったら連体系接続なんでしょうけれども、 まあ、あの現代日本語は、終止形と連帯形の区別がないですから、終止形にくっつくようになったということなんですね。で、そのだろうの意味なんですが、水量を表す形だと。うん、で、水量って何かってことなんですが、あのまあ、だろうが典型的な水量表現で、日本語ではですね。 えー、未実現、未確認の状況を想像や思考に基づいて表現する、あるいはええ実現する、あるいは実現していると判断すること、うん、未実現をこれから実現する、未確認のことは実現していると判断すると。 というここなんですが、でこれ思考とか、えー、想像って言ってるということは、先ほど、I think って英語に対応する例がありましたけど、まさに思考だから、そのまま思考を表す動詞である think を用いて、英語で表すっていうことが十分可能なわけですね。もちろん、あとでちょっと次の回降で扱っていこうと思うんですけれども、日本語のと思うにも似たような働きがあります。 で根拠の有無にもかかわらず、ここ大事なんですね、あの英文法の回でお話をしていきますけれども、あの現代の英語の助動すの使い分けの中に根拠の有無での使い分けがあります。それから、あの古,典語古典日本語においても証拠の有無による使い分けというものがあります。ところが、現代日本語で一番よく使う数量表現であるこのだろうは、 根拠の有無は問わないんです、はい。根拠の有無に関わらず、断定はできないが、かなり確信していることを表すというものなんですね。例えば、彼はまだ学生だろう。I think he's still a student.I think he's still a student. I think he still a student.、うん、これはまあ根拠あんまないのかもしれない。I think っていう表現自体も根拠があんまない場合から、 ある程度ある場合、まだ幅広く表せる表現なんですね、えー。それからもう一つ、北海道では今はもう寒いだろうと。北海道 must already be,、えー、already be cold。北海道 must already be cold と。で、これ、北海道は、うん、この時期、例えば初雪が降りましたみたいなニュース、天気予報なんかの話なんか,話なんか出てくるとか、 あるいはあの、まああの持、持田先生、今これ、東京・関口で声を入れてますけれども、東京、首都圏で天気予報を見ていてもあの、普通に全国の天気予報ってことで、札幌の気温とかって出ますよね、でそうすると、そういったものを根拠にして、もう寒いよねというふうに言うことができる、そうすると、今、対応する英語でマスト使ってますけれども、マストというのは、根拠があって間違いないと。 いうときに使う表現ですからこういう対応関係も実はできるということなんですねで、それでね、えー、未実現のことを言うときなんですがあのだろうは未来の表現になることがまあ適に使われることがあると未来の表現のように使われることがあるとまあこれだろう まあ、丁寧形だとでしょうって言いますけれども、たぶん午後から雨が降るだろう。It will probably rain this afternoon とか、約束の時間になったから時期に彼は来るだろう。It's the appointed time, so he will come soon. とで、確かにこういう言い方あるんですよ。で、こういう言い方あって自然な言い方なんだけれども、ただ、あの、この形自体が、あの、 未来を表す典型的な表現ってわけでもないって言葉にも話をしました。普通の終止形、断定系が未来を表すこともできるんですね。あのよく中学生が英語の will を学ぶときに、あのなんか will イコールでしょうだろうとかっていうふうに覚えてしまって、何でもでしょうをつけて訳すってことがあるんだけど、でもあれって。 ちょっと奇妙な日本語ですよね。あんな日本語を使うのって、あの、ちびまなこちゃんに出てくるまローくんぐらいしかいないですね。ズバリ、なんとかでしょうっていう、あの、確信を持って無責任な発言をするまローくんみたいな、そんな感じになっちゃうわけですよ。うん。そう。だから、こういう多様関係はあるけれども、未来の表現をこれが全てではないよと、ということは知っておく必要はあると思います。

Will be over soon, と,、えー、とこれ、if 説ですね、まあ、日本語家庭系プラスーになってますけれども、家庭系プラスーが一番日本語の標準あの、よくある家庭条件の説で,で、それに対応する英語としては、まずこの if 説だろうと。で、それはいいと思うんですよ。で、解除早く終わるだろうが、will be over ですね。 はい。こんな形になると。それから、だろうは主張を控えて断定を避けるために用いることがあると。つまりこれ、本当は断定できるだけの自信があるんですよ。根拠もあるんですよ。なんだけど、まあ、コミュニケーション、対人関係の中でも用いる言葉を使っていく中では、ためらいもあるわけですよね。こんなこと言っちゃうっていう。 で、そうすると、例えば、君はもっと努力すべきだろうと。これ、あまり断定を強くすると、なんかマウントみマウント感がありますよね。だそれを避けるためにだろうがついていると。I think you should make more effort と。こんな風に使うこともあるわけですね。えー、次に、かもしれないの話に移ってまいります。 えー、これもすべて、まあ、すべてというか、るけいたけいているけいたけるすべてにつけることができます、えー。田中さんは来るかもしれない。田中さんは来たかもしれない。田中さんは来ているかもしれない。田中さんは来ていたかもしれないと。うんで、こんな風に書きましたけど、英語の方は。 英語のこのメイハブ・カムの形っていうのは、実は就職後、福祉区を伴わないと、うん、完了の意味なのか、過去の意味なのかっていうのが、実は非常に曖昧なんですね。まあ、この辺の話は、英語の助動詞会でお話をしていこうと思うんですけれども、まあ、一応、これもご参考程度ということです。 えと形容詞は終止形と多形に貼り付けられますよと。またメロンの例文つけておきました。はい、高いかもしれない、高かったかもしれないと。うん、かもしれないの前に他がついているということは、英語の方もメイの後ろに来るところで完了、もしくは過去の意味を表すということで、ハブピンなんですね。 これはの第2回でお話をした述語動詞の形、動詞の形のところの、えー、扱いですね。そのあたりもちょっとご参考にしてもらえたらなと思います。後で概要の方に貼り付けておきますね。えー、それでです。えー、と形容動詞ですね、えー。五感につけられます。多形につけられますと。これはだろうと同じ扱いですね。うん 静かだ、静かかもしれない。静かだったかもしれない。maybe quiet, may have been quiet ですね。で、名詞に近づけもできるし、名詞だったにもつけられますよと。東京は雨かもしれない。it may be rainy in Tokyo. 東京は雨だったかもしれない。it may have been rainy in Tokyo はい、で意味なんです、が意味の前に形、成り立ちですね。えー、疑問の副助詞かですね、関わり助詞のもがありまして、知れない。知れないは知れるプラスないですね。で何々かどうかもわからない、すなわち、肯定否定を断定できないっていうのが、この、 表現の成り立ちから分かる意味だと。でかもしれないは、話し手が未実現未確認の状況が実現するしている可能性があると捉えていると。うん。これちょっと、だろうとの区別はどうなのかって問題になるんですが、それは後ほど。 で実現する、あるいはしている可能性があるということは、実現しない、していない可能性もあるよねってことなんですよ。だから、かもしれないは複数の可能性を並列して表すことができます。山本はまだ家にいるかもしれないし、もう家を出たかもしれない。山本は may h a v e a l r e a d y left home と。うん。こんなふうに言えるわけですよ。 うん、同じメイで、家にいるっていうのと、すでに家を出ているっていうのは、本当は両立できないんだけど、それをどちらの可能性もあるよねっていうふうに並列させることができるということなんですね。もちろん、家にいれば出てはいないわけだし、うん、出ていれば家にいないわけですよ、ですからこれは肯定否定の背中合わせになるということです。 えー、はい先ほどちょっと予告告知というかちらつかせましたが、だろうとかもしれないの違いなんですけれども、だろうは可能性を肯定またしているどちらかに特定する傾向があると。うん、そうなんですよ。だするだろうって言ったらほぼ実現で。しないだろうって言ったらほぼ実現しないという判断をしていると。ですから、数量表現とはいえ断定に近いんですね。 それに対して、かもしれないは、あくまでもその可能性が完全には否定できないということを表せます。例えば、明日は多分晴れるだろうが、ひょっとしたら降るかもしれない。こんなふうに言えるわけですよ。つまり、まあ晴れるだろうと。うん、どんな天気かって言ったら晴れなんだと。多分晴れと。たただひょっとしたら 絶対,とは絶対晴れるとは言えなくって、もしかしたらひょっとしたら雨が降るかもしれないよねと、うん。ということなんですね。だから、tomorrow it will probably clear up なんだけど、but it might rain.、うん、で、これ、マイトが出てきましたけれども、ちょっとこれ、メイト・マイトの違いについても、また英語の回でお話をしようと思っております。 それから、だろうっていうのは先ほどから申し上げてる通り、肯定か否定のどちらかに寄っていくと。ということは、審議の判断はしてるんですよ。うん、肯定しての判断は一応してるんですね。かもしれないに関しては、ただ可能性があると。可能性があるってことは可能性がないかもしれないと。うん。つまり、実現するかもしれないし、しないかもしれないと。うん、っていうことなんですよ。 ですから、急いでいたのでエアコンを切らずに来ただろうってなんか変なんですね。っていうのは、急いでいたから、うっかり切り忘れた可能性っていうのはありえるけれども、切らずに来ただろうっていうのは、これは普通だったら急いでると切らないよねと、そういう前提があるわけですよ。うん 普通の人は急いでるとエアコンを切らないから、あいつも俺も切らないだろうと。まあ、主語がだだか分からない。まあ、これ英語の方うは愛にしておきましたけど、ね、普通みんな急いでるとエアコン切らないじゃん。だから俺も多分切らなかったんだっていうのが上の分ですよ。でもその前提で普通じゃないからクッションマークをつけてあると。バ、う、ツ、んまあ、はちょっとつけづらいかなと。特殊な事情があれば、あるいは急いでるときはエアコンを切らないという社会がどっかにあれば、 丸なんだろうけどっていう一末の不安というか予防線が張ってありますで2つ目の急いでいたのでエアコンを切らずに来たかもしれないこれは普通にありえますよね切らなかったかもしれないちゃんと切った可能性もあるけれどもってことですよあるいは切ったつもりでいるんだけれどももしかしたらと先ほど前のページでお話をしたようなそういう可能性もあるわけですね だから、I was in a hurry、uh, and I might have forgotten to turn off the air conditioner.、うん、このね、may have forgotten to turn off. というふうな言い方で言えるかなと思うんですね。つまり、これ、I think I, think I turned off the air conditioner. うん。え、こにはね、I think I うん、I think I,、uh, I turned off the air conditioner.、うん、エアコンを切ったつもりでいるんだ。だけれども、もしかしたら切ってないかも。それが、might have forgotten to,、uh, forgotten to turn off となるわけですね、うん。それが日本語の切らずに来たかもしれないということなんです。はい。 え、ちょ、こんな風な違いがあるよね、ということです。ということで、今回はここまで。えー、次回もまた数量表現を掘り下げていきたいと思います。もっち先生のもっちり文法第62回、日本語の数量表現その1、おしまいです。次回お楽しみに。